秋人新能誕生時に行われた読書名言の儀方院、市村三次郎昭和22年2月23日は、日本の歴史学者、文学博士、国学院大学学長、東京帝国大学名誉教授。専門は、東洋史、中国史、字は、京京。号は、器道、筑波山人、月葉山人。日立国筑波郡北上町出身。 1878年に上京し、明治法律学校を経て、1887年に帝国大学古典漢女科卒業。1888年に学習院に雇い教師、1890年に道助教授、1892年に道教授となり、1898年からは東京帝国大学文科大学助教授、1905年に教授に昇進。 白鳥倉吉と共に東京帝国大学における東洋史学の基礎を固めた。なお、学習院雇い教師時代の1889年には森大外らと共に同人組織の申請者を結成し、8月に日本近代史の形成などに大きな影響を与えた教約の詩集、面影を刊行した。百二十四年に東京帝国大学を定年退職。 翌1925年名誉教授となった後、国学院大学教授、1926年から大東文化学院教授、1928年から立教大学教授を兼ね、1933年から1935年まで国学院大学学長を務めた。わずか1年余りでの学長辞任は、自身のことによれば、学級生活への愛着が立ちがたく、 宮道に立ち返りたいためであったという。1944年、国学院大学教授を退職。東洋史研究の分野を開拓し、1907年には文学博士の学位を授与され、明治天皇の御子である近古内親王や里古内親王にも官学を講義し、1925年には帝国学士委員会員となっている。また、 国文や西洋文学を題材とした漢詞を作詞したり、漢詞の翻訳を行うなど、維新後に洋楽に押されていた漢学の立て直しにも尽力した。面影は役者名を伏せて SSS とのみ署名されたため、役者が誰なのか話題になったという。その申請者の同人は、森尾外、落合直文、井上道康、三木武次、小金井紀美子、 三次郎本人の計六名。ただし竹には面影の協約に参加していない。ありがとうございます。